タイガー小橋組がキャリアをどんどん積んでくれば、飛び道具あり、それから空中殺法あり、ファンの間ニーズにぴったりのチームになっていくことでありましょう。さあキッドからデイビーボーイスミスへのつなぎであります。パワフルなデイビーボーイスミス、さあタイガーマスクをどういうふうに料理していくんでありましょうか。頑張れるかタイガーマスク、完全復調になったタイガーマスク。あと後楽園の3連戦が残っています。このタイガーマスク、おっと軽い動き、いいフットワークだ。タイガーマスクもいいフットワークを見せた。腕を折ります。もう一回回転した。さあもう一回回転したぞ。相手の体に密着させて投げ切ったデビューボーイスミス。さあ今投げ切ったのはこのタイガーマスクであります。今度はバックを取ってのタイガーマスク。さあここで小橋に速いつなぎで渡しそうだ。2人がかりで勝負に出るのか。さあがっちりした体格、小橋の背中に太い腕が回っております。デビューボーイスミス、力技で反撃するか。これが小橋健太だ。文字通り太くたくましい健康児と書きます。健太頑張っていますロープに飛んだぞ。体当たり、ガツンガツン鈍い音が聞こえてまいります。そしてダイナマイトキッドにつなぐんです。さあ2人の連携、キッド&スミス。馬場さん、小橋も7番勝負4つまで終わりましたけれども、とうとう根性で2勝2敗まで持っていってますね。そうですね、頑張ってますね。さあしかしあと7番勝負は3戦残っておりますけれども、馬場さん、デイビーボーイスミスと、それからジャンボ鶴田と、それから最終戦アブドラザブッチャーと、残り3戦にこの小橋に期待することは何でしょうか。期待はします。その勝つだろうという期待はね、しませんけども、どこまでその相手を追い詰めるかなという、期待ですね。そうですね。そのあと3番終わった後のね、その後の小橋に期待したいと思いますね。なるほど、わかりました。その7番やってどういうことを本人が学んだか、これが問題だと思いますね。なるほど。この小橋健太の育ての親、ジャイアント馬場さんでございます。小橋健太7番勝負の最終戦アブドラズブッチャー戦はもちろんテレビでもお伝えしてまいります。どこまでアブドラズブッチャーに食い込んでいけるんでしょうか。逆の形になりました。鋭いキックを放ちました小橋健太であります。さあデビーボーイスミス戦もおそらくシングルマッチ対決決まっておりますので、それらそのあたり意識しているでありましょう。さあタイガーマスクとデビーボーイスミスとの対決、ちょっと追い込まれた。タイガーマスクが追い込まれました。対角線上に反対に押し込んだ。飛んでいくか。さあモンキーフリップか、大きく投げたぞ。デビーボーイスミスも立ち上がった、この筋肉。さあスピンキックが当たります。さあ今夜は落ち着いているタイガーマスクであります。おキックを出してまいります。ミドルキック連発。そうジャンピングキック当たった。この巨体デビーボーイスミスを倒しました。そして再び小橋健太へのつなぎでありますが、さあダブルの攻撃、ダブルブレンバスターでしょうか。ダブルブレンバスターです。まだいわゆるダブルの連携プレーは考案中ですとこう言っておりました。このシリーズが終わって次なるシリーズのオフの間に2人の、コンビネーションプレーは十分にゆっくりと考えたい、世田谷の合宿所で2人でみっちりと練習を積むと、このようにタイガーマスクと小橋が元気はつらつ語っておりました。キッドが攻め込んでいきます。頑張る小橋踏ん張る。鋭いカミソリのような切れ味、エルボースマッシュの 連発でした。今度は2位を落としてまいりました。キッドであります。カルガリーコネクションの偉大さ、これが画面を通じてお分かりいただけるかと思います。それぞれのスピード、パワー、そしてタッグの真髄は最高峰を言っております。キッド&スミス、豪快なハードアクションです。絶対的な破壊力を自負しております。さあ今勝負が5分が経過したところ、キッドが小橋健太を場外に投げたところです。待っておりましたのはデビーボーイスミスだ。どこまで食い込めるか。怒った、わーっとボディーリフト中に入れた。キッド待っている、このコンビネーション。さあ飲んだ、一気にラリアット潰します。コンビネーションプレーが、馬場さん、各々のそれぞれの力もスピードもあるんですけれども、コンビネーションプレーが早いですね、キッドスミスは。今のはね、そんなに早いとは思いませんけども、想像つかないようなことをしますからね。そうですね。それがこの相手に分かんないんで、相手に恐怖感を与えるということなんですよね。なるほどね。さあ今度はデイビーボーイスミスであります。
まだガツンと一発大砲を打っておりません。場外で一度ボディリフトを見せました。そのベビーボーイスミス、さあスミスとタイガーマスクです。さあ相手が入れ替わりました。さて今度はキッドに渡すそうです。キッド&スミス、まさに今ブルドッグス、カンナム、マレンコ、それからフットルース、ファンタスティックス、このいわゆるタッグ選手非常に面白い全日本マットの名勝負タッグマッチになっている。スライディングキック、さあそのタッグ名勝負にこの KT 砲が入っていけるかどうか。場外仁王立ち、おっと一瞬の隙をついて打ってくるラリアット、容赦しません。キッド・スミスでやります。こういうところはやっぱキッドがね、相手をよく知ってる、はい、ということですよね。そうですね、そうですね。さあこのブルドッグス、何度も言いますカンナムエキスプレス、それからフットルース、ファンタスティックス、そしてこの TK コンビ、さあ全日本プロレスの名勝負タッグマッチにどんどん割り込んでもらいたいと思います。まだまだあうんの呼吸とまではいきません。まだまだそれぞれが戦っている、そういう感じがいたします。タイガーマスクと小橋健太、どこでいいスライが見られるんでありましょうか。ダブルの連携プレーが出てくれば、本当に強いチームになると思います。さあ頑張れタイガーマスク。そうですね、はい、カンナムとかね、はい、そのキッド・スミス、ファンタスティックなんかもう素晴らしい、そのチームワークというかね、ダブルの攻撃を持ってるんですよね。なんそうですね、それをやっぱり彼らが吸い取ってしまえばいいんですね。そうなんですね、吸収してですね、みんな自分たちのものにしてしまったらね、このチームは素晴らしいチームになると思うんですね、はい、そうですね。期待の TK コンビ、タイガーマスク、小橋健太チーム、今リング上タイガーマスクが務めています。相手はデイビーボーイスミスであります。なお後楽園3連戦のこのシリーズの最終戦でございますけれども、馬場さん、キッド・スミス、タイガーマスク組の夢のトリオが馬場さん実現する感じですね。そうですね、これまた楽しみですね。さあそのタイガーマスク、今小橋に渡しました。キッド・スミス、タイガーマスク組対五輪コンビプラス淵組と、名イベントで対決。この放送でも最終戦後楽園から中継でお伝えしてまいります。さあ楽しみな組み合わせが続々と訪れます、この全日本プロレスの中継でございます。さあリング上、キッド・スミス、小橋が動きは止まったが、どうだ、うまくかわした、かわした、うまく背中に回って腕十字、しかも丸め込んだ。しかしキッドのフォローが早い。さあ小橋堂々と勝負を挑んでおります。強くなります、小橋健太。さあもう一回、相手はデイビーボーイスミスだ。おっとショルダータックル、ジャンプ一番、この技も最近よく使います、小橋健太であります。馬場さん、全日本プロレスのいわゆる5番勝負、あるいはまた7番勝負は出世の登竜門ですよね。そうですね、それに、ね、そういうことをやってね、はい、その勝敗別にして終わった後に何を感じたかということがね、一番問題だと思うんですね。そうですね、やって感じなかったらもう全然ダメですからね。なるほどね、そうですね、終わってからその後の成長ぶり、これが見たいですね。今夜の小橋のパートナーのタイガーマスクも7番勝負がありました。あの世界チャンピオンとリック・フレアとの対決も本当に見応えがありました。タイガーマスクも馬場さん、あの試練の7番を超えてこういうの大きく成長したんですもんね。そうですね、はい、頑張ってもらいたいと思います、ね、はい、そのもう勝敗別にしてね、例えば7番勝負やったら7連敗してもですね、はい、終わった後に何を感じたか、何を勉強したかということが問題なんでですね、その帰って7戦やって 7勝したなんていう方が帰って勉強にならないんですね。なるほど、はは。さあお話の間にデイビーボーイスミスがカナディアンバックブリーカーに取りました。相手はタイガーマスクであります。うまく抱えています。さあちょっと背骨が苦しいか、完全復調になったタイガーマスク。さあ今度は小橋につなげます。さあこの辺りのつなぎがこれからの問題点になっていくでありましょう。首の攻撃、今面白い攻撃を見せました。勝負は10分が過ぎた、どっからでもこの首を捉えるんです、キッド・スミス。そしてショートレンジからのまさに左のワンハンドのラリアット、そしてギロチンドラップ、うまいつなぎですね、ババさんね、キッドは本当に惚れ惚れします。技をうまくつないでいきます。そしてフィストドラップ、ありとあらゆる技を出していくんです。小兵、体は小さいんですけれども、その、小ささを出しません。本当に技が大きく大きく見えます、ダイナマイトキッド。そしてデイビーボーイスミスのこの力技、ブレンバスター攻撃、後頭部を打たれました。天井を見ております小橋、どこで復調するかどうか。さあおっとダブルの連携、スローイングします。わーっとうまく外した小橋、しっかりとカバーの体勢、これはカウント呼ばれました。ローリングして
タイガーマスクに渡します。まあ、こうやってね、はい、こういうのが来るなということが小橋も分かるようになって、それを逃げられるようになりましたからね、まあ、少しは進歩ですね。なるほど、そうですね。今余裕を持ってローリングしてタイガーマスクに渡すんです。さあタイガーがフライングボディアタックで、さあデビーボーイスミスを倒します。もう一回抱き上げて、さあここから、ここからタイガーマスクらしいところを見せたい。そのまま落とした、サイドに落としました。もう一回ここで小橋に渡します。非常に速いつなぎになってまいりました。さあうまくスタミナを考えています。スタミナの配分を考えているんでしょう。デビーボイスミスが抱き上げて、さあオクラホマスタンピードがあるぞ。うわーっと苦しい。さあタイガーマスクが今度はドロップキックで返す。その間にキッドが上、トップロープ、さあおっ、空中空中、ブレンバスターの体勢ですがどうでしょうか、バランスはどうか。あった、叩き落としました。さあ小橋が飛んでいきます。さあなだれ式のブレンバスターだ、行きそうだ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 、いった、決まった、すごい、ヒットに打っていきました。勇猛果敢、小橋であります。小林技です。ほらここですね、ここで攻めていかなきゃいけないんです、どんどんね、はい、青く縛って邪魔か、邪魔に取るそうだ。正面からは邪魔に取った、小橋の邪魔、人間鏡どうだ、カウント 2.5 ぐらいまでいきました。さあ頑張るぞ小橋、頑張るぞ。キッドに、キッドにピーホールを奪えるのか。もう一回ボディスラム叩き落とした、力でいけ力でいけ、出し押しですのだ。あ、デビーボイスミスがもう来ている、スミスがもう来ている。さあバック岩石落とし、すごい高角度岩石落とし、これは一瞬にして闇です。いい攻撃パターンを作ったんですが、キッドスミスの方がやっぱり日本散歩先を読んでいるようなそんな感じであります。さあまだしかし頑張ります、スタミナは十分だ。もう一回オクラホマスタンピートそのまま落としました。さあここでキッドに渡します。キッドが小橋の距離まで7メートル割る、飛んだ、うわーっと空中ダイビングヘッドバット、カウント3。馬場さん、あの距離を飛んで命中するんですからね。そうですね、今はね、やっぱりこれタイガーがちょっとフォローすることをもうちょっと研究しなきゃいけないですね。ああ、そうですか。強いですね、キッド・スミスは。せっかくね、勝てんじゃないかなというところまで行ったんですがね。行ったんですよね。さあ、今後のタイガーマスク小橋健太、ニュータッグチーム TK コンビですけれども、はい、ですからやっぱり今みたいに、そのキッド・スミスみたいにね、はいはい、その2人で一人をやっつけるということを、ね、どんどん勉強しなきゃいけないです ね、 そうですね。まあ、今夜ブルドッグスには負けましたけれども、カンダムエキスペースもやってまいります、マレンコ兄弟もやってまいります、そしてアジアの王者、フットルースもいます。この新しいタッグチーム TK コンビ、本当に面白い全日本プロレスタッグ戦線に割り込んでもらいたいと思います。上田大会13分飛んで2秒、前線いたしましたが、惜しくもこのタイガーマスク小橋健太組、ダイナマイトキッドデビーボーイスミスに潰されてしまい